アニマル英語の時間です。今日は英語の言い換えです。英語をうまく話せない日本の方の特徴として言葉がうまく浮かばない、言葉が続かないってことがあります。例えば、エレファント、ゾウさんですね。例えばお子さんとかでも子供の頃にエレファントというゾウという言葉が思い浮かばなかったら言い換えることができます。大きな鼻の長い動物、A big animal with a long nose といえば誰でも、あ、エレファント、ゾウのことなんだなっていうふうにわかりますね。まあ、同じように例えばこれ recession、これは不景気という言葉ですけども、まあ経済なんかの会話をしてる時にパッとリセッションって言葉が出てくると、あ、よく英語を知ってるなと思うでしょうけど、まあ、出てこない時とか、あと、突然忘れてしまう時もありますよね。思い込まない時、そういう時は bad economy、 bad economy、まあ、これも同じように悪い景気、まあ、景気が悪いということで意味は伝わりますね。まあ、他にもトレーニングの会話をしている時なんかはカートレッジ、軟骨とかクラビコ、鎖骨、こういうのも知っていると非常にスムースで、専門的ですけども、わからない場合は、思いつかない場合は軟骨はソフトボーン、ソフトボーン、鎖骨はまあ首のところなんでカラーボーンと言い換えると会話が止まることなく、スムースに進みます。実際英語とか言葉が得意な人っていうのはこの言い換え作業を非常にスムースに行っていると思います。もちろん全部の単語を一生懸命覚えてその場面ごとに一番ふさわしい言葉がパッパッと出てくるとそれはそれでふさわしいんですけども、まあ、ど忘れしてしまったり緊張してスピーチするかなどを忘れてしまう時もあります。その時にとっさにパッと言い換えられるかどうか、言葉が思い浮かばなくて、うん、なんだっけな、不景気なんだっけな、ずっと止まってしまうと、そこで間が悪くなって、外国人と話しにくくなって、嫌な思い出になって、話すのをやめてしまうということがよくありますね。ですから、柔軟に言葉を入れ替える。その練習をいつも訓練をしておくと、誰と話してもですね、どんな場面でも、よどみなく上手に英語がしゃべれます。まあ、実際怖くなくなりますよね。言葉がちょっと分からない、まあ、覚えてない言葉、分からない言葉があった時も言い換えて相手に伝えるこの柔軟性とパズルの組み立て力ができると英語はうまくできますし格段に進歩します。今日は言葉の言い換え、入れ替え法ですねを説明してみました。皆さんもこれ試してみてください。グッと上達すると思います。以上です。